はい。えっ、ー、と、続いてのセッションですけれども、こちらはミキトールさんによるワードプレスサイトに関わるキャッシュを理解するというタイトルでお送りいただきます。えっ、ー、と、ミキさんには、えっ、ー、と、一般的にはちょっと難しいと思われているキャッシュについて、 まずどんなものなのかというところから実際にどういうふうに扱っていくべきなのかなど技術面,に含,技術面含めてお話しいただくウェブ制作を続けて少し時間の経った方にとって有益な情報を得られるセッションになっておりますはいそれではミキさんよろしくお願いいたしますあはいえー、こんにちはよろしくお願いしますもうね 4時過ぎにこんな技術の話をすると頭に入ってごいと思うんですけど、まあ、お願いします。はい。えー、っと、キャッシュですね。うん、そうですね。4、5年ぐらい前までは、えー、っと、まあ僕もキャッシュっていうのは単純にウェブサイトを早くする、まあ、ものだと思ってて、キャッチパと、 ちょっと面倒。ややこしい。なんかあったら、とりあえずわかんないくて、キャッシュフラッシュとか、ブラウザキャッシュリセットとか、なんかそんなことをしてって感じですね。で、4、5年ぐらい、ん ?4 ん、5年近く前かな。転職して、タロスカイっていう会社に今いるんですけど、えー、っと、それで僕初めて、自宅、まあ、クライアントワークの仕事に入りました。で、扱ってるサイトはちょっと、あの、規模が大きめで、具体的には、うーん、 月間の p b がまあ数千、ん数千万まあ中には億超えるとかもありますし、投稿数も50万件あるとか、えー、っと、データベースダンプするとなんか5ギガとか10ギガの SQL とか、まあなんかそういう、 規模感です。で、そういうサイトをやっているとですね、キャッシュっていうのが結構、うん、重要なピースになって、このキャッシュはウェブサイト早くするな、みたいな、この、この、これはほぼ僕理解度ゼロ。理解してないに等しいぐらいだなっていうにすごい認識思って、で、いろいろと、まあ、キャッシュ以外にもいろいろと、まだ、かなり学び直したんですけど、この4、5年で。 で、キャッシュはその中でも、あの、結構手をつけて、あの、学び直したものの一つです。自分で学んだり、あとは教えてもらったりしてですね、社内で。で、まあ、それをしてくると、まあ、この、結構キャッシュが強すぎとか、キャッシュが効きすぎっていう言い方が効くと思うんですけど、まあ、これ、ほぼキャッシュについて理解度、理解ゼロな感じの <laughs>、あれだなっていうのはよくわかってきて、で、あの、 まあそんなサイトをやってませんよっていう方も多いと思うんですけど、それぐらいの規模感。でも、あの結構最近のワードプレスコアの改善とかもこの辺のことの話だったりするし、まあ別にワードプレス関係なく、あの、インターネット技術として非常に利用、あの、重要なところなので、あの、最後まで聞いていただけると、まあ有用なことをお伝えできるんじゃないかなと思うんで、 お付き合いください。はい。まず、えっ、ー、と、3つ、大体大まかに置かれて最初の2つが、うんまあ基礎みたいな部分のところですね。で、えっ、ー、と、集中力を2の終わりぐらいまで保っていただけるとありがたいな、っていう気がします。はい。で、えっ、ー、と、まずキャッシュとは。で、これ、あの、えっ、ー、と、どっかに、あの、簡潔な良い,いのがないかなと思って探してきた結果、 が AWS にあったんで、実はこれ英語でも日本語でも同じこんな感じなんですけど、キャッシュにより、以前に取得または計算されたデータを効率的に再利用できるようになります。で、僕今これを見ると、あと、うん、そうだよね、なんですけど、多分、あの、若干、そうじゃなければ、前、4、5年まではかなりチンぷんカンぷんだったと思います、これ。どういうことかというと、こういうことなんですよね。えー、っと、リクエストが向こう、 左の向こうから入ってきます。で、えっ、ー、と、次に何かのプログラムのとこで、えっ、ー、と、なんか取得、まあ、データの取得とか、あるいは何かの計算をします。で、そうやって出てきたところが、データが、データが出てきて、最後、まあ、アウトプットがあります。で、えっ、ー、と、これが最終アップトプットの場合もあるし、向こうにまた次の処理に渡されるときがあります。で、要は、あの、取得を計算が遅いかもしれない。 なので、この処理を改善する、まあ処理を改善するのは根本的な解決なので、重要なんですけど、まあそれはそれとして、えっと、これが特に何回も同じことを繰り返すんだったら、むしろ出てくるデータは再利用できんかなっていう、まあ賢いことを考えた方がいらっしゃるんでしょうね。で、要はそれです。このデータを再利用するために保存します。 で、その保存されたものをキャッシュって言います。で、リクエストが来たら、キャッシュ、えー、っと、その,の処理で、キャッシュあるない言うて、そこを聞いて、キャッシュあるでってなったら、まあ、キャッシュを返して、えー、次の処理につなげたりします。なので、キャッシュがある場合は、あの、上の部分の、この処理をスキップする。あそこをスキップします。要するに。で、えー、っと、 で、そのリクエストに対してのレス、まあ、より早く応答、答えることができるっていうのがキャッシュの、えー、っと、まあ、一番下の根本的な仕組みですね。で、キャッシュのこの保存保、保存してキャッシュする。で、あるかないかを確認する。で、それを渡すみたいな、その処理の部分を、ね、キャッシングっていうようなんですが、あのー、 ま、これ英語でも日本語でもそうで、特に日本語の場合そうなんですけど、あの、キャッシングのこともキャッシュって書かれてたりします。で、キャッシュのこともキャッシュで、キャッシングもキャッシュで、これ、ね、よくわからんけど全部キャッシュでみたいにキャッシュって言われてます。なんかそこが、あの、まあ、わけのわかんなくなるところの一つではあります。これ結構、あの、重要なことなんで、あの、例え話をします。 えっと、もう、ここ日本なんで、これ何のことか説明不要だと思うんですけど、この3つのやつで、マグロ握り一貫を作って作ると。で、えまあ僕は素人なので、あの3つの材料が用意されてても、あの、マグロ一貫くださいって言われて、まあ握るのに3分かかるとします。で、そこから皿を取って、え置いて渡すの今五5秒かかるとします。3分5秒。 そうあんた遅すぎやで、それって言われるわけですよ <laughs>。じゃどうするかって言ったら、その握る3分後が変わってるやつをもうちょっとどうにかするっていうのが一つですよね。さっきの根本的改善って一緒で、まあ僕が頑張ってもうちょっと上手くなるようにするか、あの僕をクビにして、あのもうちょっと金払っていい人にやってもらうっていうのが一つ。で、まあそれはまあそれとして、じゃあまあ遅いなりに作り置きしてたがどうかなっていうか、まあこれ20巻用意しときます。 で、まあ、ちょっとあの、再利用と、あの、事前に作り置きして準備しとか、まあち、ちょっと厳密には違うんですけど、まあ、効果は同じようなもんだとして、えー、っと、兄ちゃんマグロ一巻ちょうだいって言われたら、はいって言って、もう、お皿に乗せ5秒だけでおしまい。だからリクエストには早く答えるって言われます。で、えー、っと、その二時間用意しておくと、えー、っと、それがすごく有効な時間帯っていうのがあります。 えっと、ちょっと考えてみます。水飲みたいにはい。えー、その時間帯は混雑時ですね。昼ご飯時とか。えー、それがすごく、あの、聞いてくる。まあ、僕、寿司屋でバイトもしたことないんですけど、まあ、多分そんな温かなと思います。はい。なので、えー、っと、キャッシュ。 が、もたらす効果っていうのは、リクエストに対するレスポンスがより早くなるように助けてくれます。で要は、これはパフォーマンスを助けてくれるっていうことですね。で、より多くのリクエストを同時に処理できるように助けてくれます。これは、スケーリングですね。スケーリングに対して助けてくれる。で、あと、構成によるんですけど、あの、サーバー費用を節約できる場合があります。あの、これレンタルサーバーとかだと、ほぼ関係ない話ですね。どっちかって言と,いうと あの、AWS とか Google のクラウドとかクラウドの場合の話になってきます。で、もたらさない効果は根本的なパフォーマンスの問題は解決してくれないことです。さっきの質で言うと、どんだけ、えー、100巻でも200巻でも用意してようが、僕が3分握るのにかかるっていうのは変わんないって話ですね。はい。で、えっ、ー、と、ここまで僕の説明が こう、そしてですね。そんなになんか、小難い話、小難しい話じゃないような気がするんじゃない事前準備しとくってことは、要は。じゃあ、なんでそのデータの再利用っていう、多分比較的シンプルなコンセプトではあると思うんですけど、それが、でも実際のサイト開発とか運用保守とかでは、まあ結構難しく感じて、まあ要は、要は、要は分からんくなってくることですね。で、ややこしい。 ようわからんから、フラッシュとかパージュとかして、とりあえず連打して削除する。なんでこんなことになるのかっていうのを、えー、ちょっと僕なりに、紐解いてみると、まず、えー、キャッシュキャッシュって言ってるものには、種類も数も複数あります。一つじゃないんです。いっぱいあります。で、それと一緒に、キャッシュのトレードオフとして、設計と実装時に、 考えなあかんことがちょっと増えるんですよね。だからそれが掛け合わさって、結果的にシステム全体で複雑化します。あとは、あの、さっきもちょっとキャッシュのこの言葉で言ったんですけど、あやふやな用語の使い方とか、あの、マーケティング目的でな、なんかこう、誇張されて言われてたりとか、うんな一体これどのキャッシュのことを言ってるんだろうみたいな、まあなんかそういうあやふやな、あの、これ別に普通に何かのドキュメントでもそうなんですよ。 ワードプレス関連でググってどっかの会社が書いた説明書きでもこんなになったらするんですよ。というかあの、公式のドキュメントもなったりし,します。なのでよ、まあ、要は全く助けになってないやないかっていうのも、まあ、ややこしくしてる一因だと思います。で、えー、キャッシュには、えー、っと、処理も数も複数あるっていうことなんですけど、えー、種類、えー、っと、まず保存される場所ですね。 それから利用されている技術、えっ、ー、と、インフラ側の、まあ、構成とか仕様にもって変わってきます。あと、ワードプレスのコアがやっているもんなんか、カスタムですね。まあ、プラグインとか自分で実装したとか、そういうカスタムなのかって言われます。で、同じ種類の、えっ、ー、と、キャッシュにつき複数のキャッシュが存在し、売ります。だから保存されてる場所、利用されてる場所、インフラがこう変わって、全部一緒なんだけど、それはこの時の クエリのためとか、これコこの時の距離のため、いろいろあります。はい。で、えー、まあ、これ、なんだろう、えっ、ー、と、ブラウザから、えっ、ー、と、ワードプレスにアクセスすると起きる経路、こ,こと経路。一番左が、えっ、ー、と、あのデバイスですよね。で、そこはネットワーキング上に、あのー、これ、えっ、ー、と、ある場合、ない場合なんか CDN とかプロキシがあって、 で、えー、ここ、オリジンのサーバーの中です。で、オリジンサーバーの中には、ウェブサーバーがあって、これがウ、あ、まあ、パッチとか、えぇ、ー、エンジン X とかとって、まあ、PHP が走り、ワードプレイスが、あの、データベースから取ってきて、まあ、メモリーに入れたりとかして、まあ、最後、出す、出力するって感じですね。で、ここに、えー、キャッシュ、まあ、僕が知っているキャッシュ、まあ、主にその、ん、仕事で使ったりするキャッシュ、えー、を、 載せます。て、全部を毎回すべてのサイトでやってるっていうわけじゃないんですけど、まあ、使その時使ってるサーバーにもよる話ではあるんですが、概ね、こんな感じです。えー、っと、ブラウザの方にブラウザキャッシュがあって、CD にもキャッシュがあり、あと、ページキャッシュというものがあり、その辺にかかってくるので、HTTP キャッシュっていうのがあって、で、PHP オブキャッシュ、オブジェクキャッシュ、まあ、後でいくつか話します。で、 よ、要は、えっと、ここで言うような、この、青、青くなってるやつですね。下の w p o b オブジェクトキャッシュトランジェントキャッシュあと、ブラウザンドとか、あと h t キャッシュこの辺は、どんなサイトでも必ずあります。えっ、ー、と、レンタルサーバー。でもスポンサーさんいますけど、まあ、それで、例えば500円のレンタルサーバー、簡単に取るポチ。フレッシュなやつが立ち上がるじゃないですか。その状態で、時点ですでにあります。かかってきます。なので、必ず、あるものです。 はい。で、えー、っと、はい。で、でそれがいろんな種類があるってことですね。で、設計と実装時に考慮しなければならないことが増えるというのは、えー、っと、キャッシュの一番大きい難しいのはキャッシュのインバリデーションと生成の戦略です。で、 ちょっと次のスライドでインバリデーションが何かを説明しますが、えっと、ワードプレイスのプラグインとかで頼ってると、よくパージするとか、フラッシュするっていう言葉を聞くんですけど、あの、一般的なワードプレイスじゃないキャッシュのことをいろいろ読み始めると、その、その言葉はあんまり出てこずに、これが頻繁に出てきます。インバリデーション。で、えっと、まあ、もうね、あの、トレードオフです。これもそしたら仕方ないもんですね。で、正解がないんです。あんまり。 うーんまあ、パターンはあります。でも戦略によって、えー、その正解っていうのはないってあります。あとはまあ、あエラーじゃないんですよね。だからキャッシュが、なんかキャッシュが残ったままみたいなやつは、エラーじゃなかったりするんです、それって。そ,そういう実装してるので、残ったままで。PHP エラーみたいなこの、興奮エラーとか出て,出てこないんですね、エラーログに。なので、よくわからない。デバッグが難しいときがある。で、もちろん、そうなってる理由が、 えー、例えば何か自分で書いたコードのバグだったりするときはあります。ただそのバグの理由が、えー、っと、コーンエラーとかじゃなくって、設計がダメだった。要は設計と、そもそも設計と一緒がダメだったっていう場合があるんで、難しいんです。はい。まあ、まあ、あとは他にもまあ、当たり前のコストとかね、あります。で、えー、っと、インバリデーション。えー、キャッシュは、これ別に、いろんなキャッシュの どこで出てくるアイデアなんですけど、えー、フレッシュとステイルっていう二つな状態がありますで。フレッシュは新鮮です。ステイルは新鮮じゃない。で、デフォルトがフレッシュなので、要はインバリデーションっていうのはキャッシュがステイルな状態であると判定し、取り除くことにより無効化することを指します。で、難しいのはこのいつ、どのように新鮮じゃないかって判定するのが。 実は結構難しかったりします。えー、難しい場合のキャッシング技術とそうじゃない場合もあります。うん、またややこしいことですね。で、えー、大抵無効化っていうと、まあ大、大抵削除なんですが、あの、ま、取り除く処理になって、それを今度、いつ生成するのかっていう話になります。キャッシュがなくなった、じゃあそれはそのままで行きですかいつ生成しますかそれは次リクエスト来た時ですかいや、それは困るので、 先に生成しときたいですかいや、そもそもキャッシュがない状態は作りたくない。みたいな。まあ、そういう話なので、えっと、そ、それを、まあ、考えて考慮して実装していくのが、まあ、まあ、難しい。うん、まあ、難しい。複雑になり、なりがちなとこですね。で、えー、っと、あと、生成部分ですね。その、さっき言ってた根本的な部分が、すんごい重い。 処理がすんごい時間かかる場合だったら、そのキャッシュを作ることに時間がかかる、負荷がかかる。な、なんかもうそれだけでサイトが落ちますみたいなぐらいのもんだったら、うん、いやもうそっちの方やんなあかんや、みたいなことですよね。まあそういう、そういうことも考えなきゃいけないです。はい。えー、っと、また寿司屋に登場してもらいますが、 あのね、あの真ん中あたりからあっちはね、もうちょっと僕力つきました。なんか全部ね、あの言葉でやってます。えー、っと、同じ種類が複数ある。えー、っと、あの3つから作るっていうのが、さっきマグロだったんですけど、同じものがブリ。いくらもあれば、まあ種類が違いますよね。クエリーが違うみたいな同じようなもんです。で、あのー、これ、柵を切ったのを準備しとくっていうやつだったんですけど、 そもそも、マグロから、まあ、マグロ一匹なのかじわかんないから、作を作るのも時間がかかればですね。ここの準備も本当はしたい。よくよく考えると、ここはそんなに時間使わへんけど、こっちの方がめっちゃ時間使うやん、みたいな。両方やっときたい。あるいは、こっちだけやっとく。まあ、そんな考え事をしなきゃいけないですよね。で、まあ、その同じようなことは、このワサもシャリもあるし、ええー、まあ、お店だと、 時間かかってもあえて、かかっても新鮮なものを提供したいからとか言っても、そのお金取って、でもウェブサイトはそれができないんで、あの、ね、残念なんですけど。あとは、えー、っと、そうですね。あの、弊社のプラットフォームだとい、いろいろ複数のインスタントが立ち上がって横スケーリングするんですけど、まあ、それと、例えになるのかな例えばこれが僕一人だったらいいんですけど、複数人だったらどうこれを判断するのか。 っていうか、判断そのものどうやって判断するんですかね、これ。いつ新鮮じゃないかって。色見て判断しますかなんかタイマーそれぞれ置いときますそれともなんか強制器になりますあとはこう半分だけタイマー過ぎちゃったらどうするとか、あります。あと、ま、これを、えー、っと、捨てるとします。もう全部切れた。そうすると、すぐ作り直しますから、ストックやる。こ、ま、れ、あ、多分、忙しい時はしたいんですよ。 でも、あと10分で閉店なのにしたくないじゃないですか。っていうことも、考えな、あかんくなってきますよね。で、えー、っと、さらに言うと、お店の外。まあ、あの、これで僕は、あの、サーバーの中と、あの、外、ネットワーク上のことを言いたいんですけど、あの、来週、えー、今週、そうな、来週ぐらいにマグロが全部来てるから、それぐらい前に来週また通けといて、 いいう,ふうにまあお願いはできて、まあ、そうすると魚屋さんかがなんか準備ししててくれてるかもしれないですよね、えー、でもあ,あかんわ今日なくなってもろから今から入れてとかって言っても多分いやまあ実際は頑張ってやってくれはるんでしょうけどまあねそんなお願いじゃないですか命令する他者だったら命令はできないので、まあ、そんな感じで、えー、っとネットワーク上のあるものはそうちょっと融通が利きません。 あと、えっ、ー、と、インフラの設備が違えば、できることがちょっと違うみたいに、冷凍、冷凍庫。多分、いや、僕詳しくないです。多分、まあ、家庭でもそうだと思うんで、ある、そうなんと思うんですけど、フレッシュな状態をどれだけキープできるかっていう、冷凍の、この冷凍庫の技術の違いがいろいろあると思うんで、えっ、ー、と、店や魚屋さんによって持ってるものが違うかなっていうふうには思います。はい。っていう感じで、まあ、要は何を言いたいかというと、ちょっと先に準備しとくっていう、 ことをやり始めると、その前の段階、その前の段階とか、その次の段階とか挟んできて、それを全部きちんと連動しようなると、まあなんかよくわかんないことになってしまう <laughs>。だからまあなんかね、ね、あんた全部ちゃんと準備しときや、つっ,ってなんか押し付けたくなっちゃいますよね。まあそんな話です。はい。えー、ちょっと水飲みます。 はい、でここまでが、うん、キャッシュとはと、それがなぜこんなちょっとややこしいものになっていくのかっていうのを、あの、えー、今のでなんか解説できてたらいいなと思ってるんですけど、うん、学びつつ最後、やっぱりこれどう,どういうふうにワードプレスでやっていったいのかとか、うん、どういうふうに学んでいったいのかとか、結局何したいのかっていう質問、まあ疑問が出てくると思うんですけど、 あの、最初に、それを3番、これから話しますけど、最初に言っおきますけど、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、ここの部分を話すだけで、1時間でも2時間でも時間が実はいます。なので、若干詰め込んでます。で、かつ、端、え、折、ー、ってるというか、まあ、ぶちょっと部分だけ取ってます。 で、かつ、えっ、ー、と、なるべく、分かり、なんかこう、やこしくなる、複雑なみたいな、勘違いしやすいみたいなところは、なるべく解説はしたいと思っているんですけど、方向性としては、ちょっと全体像を描い描けていただければな、たらなと。で、それを持って帰ってもらって、あとは、ちょっともう一回見直してもらうとか、自分で手をつけてもらうしかないと思っています。で、あの、まあ僕、これはあの、人それぞれ学び方が違うんで、 これしかないとは言い切れないんですけど、まあ僕の学び方もあ,あるんですけど、やっぱりキャッシュって別に w o r 独自概念じゃないので、まずそのキャッシュとは何かの基礎からちょっと理解を積み上げていくと、結局いそが回れで、あの、いいんじゃないかなと思っています。で、それをするには結局学んで実際に実践してみる。これいきなりクライアントのサイトやるのは、あれだと思うんで、まあ自社のサイトで試すとか、 なんか適当に作った学習のサイトで試すとかっていうことをやっていく必要があると思います。で、まあ、それを繰り返していくと、ちょっとずつまあ理解度が深まれるのかなと。え、あの、なんだろう、極めてしまいエキスパートになる必要性はないとは思っているので、基礎の部分のやつが分かれば、えー、ちょっと視野が広がるかな、理解度というふうに思ってます。で、それをやるには、 こワードプレスの場合、ともかくプラグインを探しがちなんですけど、それを、そこから離れましょう。えー、それをやり始めると、よく分かってないブラックボックスのものが、何かよく分かってないことをします。で、特に多機能なものって、いろんなものをやってて、わケがわからないし、あのー、なんかあやふやなことを歌ってることもあるので、丸投げにするのは、個人的にはおすすめしません。えー、もちろん、仕事でやってる場合、えー、っと、全部理解して、 選択肢を並べて今回のこのケースだとこのプラグインで賄えますねでいろいろトータルで見てコストがだこうだってやってで使うのはまあありだとは思いますそういう場合であればはいでもまあそう,そう理解して使うのとんなんかようわからんからお,お願いっつって丸投げするのとはまあ違うよなって話ですねはいでえー、いろんなキャッシュがある中でそのコンテキストを知るためにまあせ整理 するポイントが、まあ、4つあるかなと思っていて、うん、1つ目は、えー、っと、オリジンサーバーの外なのか、内なのか、外っていうのはネットワーク上ですね。あのさっき言ってた寿司屋の中か、そのサプライチェーンの元の部分かですね。で、やれること、あまあ、関わる技術がちょっと違うのと、えー、っと、まあ、勝手が違ってくるところがあります、一言で言うと。で、2番目は、 キャッシングされるデータの流動大きいか小さいか。えー、っと、まあ、後でも出てきますけど、流動一番大きくなりがちなのがページですね。ページ全部ですね。で、ちっちゃいのはもう変数1個とか、そんなことです。そういう、そういう話です、データの流動って。3つ目は、えー、っと、インフラ側が備えてるキャッシング機能なのかどうか、あるのかないのかも含めてですね。それは、ワードプレスのキャッシングを助けるものなのか、それともなんか、インフラ、 ああサーバーさんとかやって独自のものなのかどっちか。最後、えっ、ー、と、プラグインやテーマはキャッシュ機能と歌ってるのは、具体的に一体何のキャッシングのことなのかですね。あのー、実は誇張、ここはだろう,う。嘘ついてるとは言わないけど、要はそれってそのことだよね、みたいなのがあるので。で、えっ、ー、と、これもややこしいポイントなんですけど、マーケティング目的で別の名称が、 使われていることもあります。あの、要は、読んだら、いやそれ多分ページキャッシュのようことだよねっていう感じなんだけど、えー、っと、なんじゃらかんじゃらスーパーなんじゃらキャッシュみたいなの書いてる。<laughs> で、まあ、そ、う、の、ん、ご注意ください <laughs>。まあ、気持ちはよくわかるんですけど、ご注意くださいって感じね。はい。ここから始めてみよう。で、えー、いろいろ出てきた中で、僕、3ついまして、理由があってこの順番になってます。 えー、http キャッシュ、ページキャッシュ、wp オブジェクトキャッシュと、最近になって、えー、っと、これ見ることがあると思います。永続、永続化、永続、オブジェクトキャッシュですね。はい。えー、っと、まずは http キャッシュ。怖いな。ボトルの蓋。<laughs> えーっと、 まず HTTP キャッシュは、さっき出てきた図のこひ、あのここに図がありますけど、えー、っと、あのネットワーク部分の話です。で、えー、HTTP プロトコルっていうと何、なんか、なんなんだくでもご存知ですかね。あの、ワールドワイドウェブの通信技術なんですけど、そこの仕様の一つです。なので、なのでワードプレスのはことではないです。で、 えっと、キャッシュどこに置かれるかっていうと、ネットワーク上に置かれます。なので、つまり、えっ、ー、と、皆さんを使うのブラウザーとか CDN とか、あと会社とか、場所によってはプロキシーサーバーが置いてたりとか、そういうのもあるので、そういうところですね。で、そさっきもちょっと話したんですけど、外側にあることで、まあ、要素としては、だいたい h t p キャッシュで、なんですよ、仕様が。なので、覚えることはそんなに、覚えることはないんじゃないな。あの、 あの、いろんなものが変わってて僕け分かんないってことはないんですけど、このインバリデーションと再生成のオリジンが明確に指示できないんです。えー、そこはちょっと難しいところです。あの、よくあの、あれ更新したのにブラウザにキャッシュが残ってるのはそれですね。はい。あの、そんなことができるとですね、皆さんのパソコンにハックしないとできないわけで、それが理由です。はい。で、えー、っと、サーバーから、 のレスポンスで得られたリソースがキャッシュされます。ワードプレスサイトの場合は性的なものと動的なものが2つあります。で、えー、さっきも出てきたフラッシュとステイル。この2つの状態があって、これはエイジ、エイジ、まあ、何秒経ったかなんですどそれを判断基準として古くなったかどうかの判定が行われます。基本的には吉野にやってくれます。実はネットワーク上で。えー、なので何もしなくてもなんかやってます。 まあ、ブラウザーとか皆さんご存知だと思うんですどブラウザーキャッシュ。それです。で、そこに、あの、HTTP レスポンスセッターのキャッシュコントロールフィールドで指示できるんですよね。このキャッシュコントロールっていうのだけ、あの、あの、聞いたことがある、見たことがあるっていうのがあると思います。で、ックスエイジ3 0 0っていうのは、うん、よく300以降したら、あの、なくなるんですっていうふうに書かれてるのがあると思うんですけど、正確には、えっと、 そのデバイス、ブラウザとか自然とかに、えっ、ー、と、300秒経ったら、ステイルに古くなったもんだと認識してくださいっていうことのお願いを出しているもんなんですよね。で、それをどうするかは、そのデバイス次第です。まあ、大抵削除します。あっていうことですね。それが MAXAGE です。SMAXAGE っていうのは、えっ、ー、と、これ別個にあの、間にある CDN とかだけに、 あの、指示できるもんですね。で、ちょっとパブリックとか、あの、キャッシュとかっていうのは、さらにややこしとなってくるので、ちょっと今説明をしたいんですけど、あの、一番上と一番下。これはワードペースが自動的に、あの、動的なとこでは出してたりします。はい。で、えー、ちょっと待ってください。あ、で、指示。さっきここで僕、指示できないって言ったじゃないですか。指示できるって書いてたじゃないですか。で、えー、っと、これを指示できる なんですけどまあ、せっ正確には伝えることができるっていう感じです。なので、CDN とかブラウザ側でこれをオーバーライトしてたりすることもあるので、あのあのそういう意味でもありますし、えっ、ー、と、明確にこの WordPress のサイト側から各ブラウザに、えっ、ー、と、えっ、ー、と、新しい投稿を追加したから、フロントページのキャッシュをあの皆さん破棄してくださいっていうことを伝えられないんです。はい、そういうことですね。 はい。で、じゃあ、これ、どこで設定するのかって話なんですけど、静的ファイルと動的コンテンスト違います。静的ファイルは、えっ、ー、と、サーバー側でやるもんです。なので、えっ、ー、と、アパッチとエンジン X ですねで。ホスティングサービスの中には、サービスの管理画面からできる場合があります、これ。で、その場合は、それ活用するのがいいと思います。で、ない場合は、まあ、アパ、まあ、まあ、アパッチが多いのかな。AC アクセスに記述することができます。で、それでできます。で、プラグイン、 が、たまになんかこう、性的ファイルキャッシュしますって書いてるのを歌ってるプラグインがあったりするんですけど、あの、さっき言ったみたいに、えっ、ー、と、ワードプレイスのサイト入れたプラグインが、そんなものを作る、売れること、わけがないんですよ。何してるかっていうと、この HT アクセスの記述を自動的にやってくれるっていうことをやってたりします。えー、それがやってることですね。なので、まあ、ある意味自分で書けるんですねそのうさえ分かれば。はい。で、動的コンテンツは、ワードプレスの場合、投稿、 固定ページ、あと、ロボットテキスト、この辺も今動的にデフォルトが出てるんで、オーバとライトしない限り。ええー、まあ、まあ、その辺のところです。で、PHP なので PH、PHP 側でつけることができます。シャスのキャッシュコントロールをヘッダーに。ええー、はい。で、ただ、そこをやり始めると、次の項目のページキャッシュの話になっていくので、ちょっと動的コントロールはここまでにします。ええー、で、ええー、 HTTP キャッシュだけに関しては、えっと、日本語で、あの、良いリソースがあるので、これリンク貼ってあります。一番上の HTTP キャッシュ入門入門とは端読むといいと思います。あとでこれシェアするので、その時で、あの、取れると思います。はい。えー、っと、ページキャッシュ。これあの、コン Mac に水ぶっかけそうで怖いですね。えー、っと、 床に置けばいいんだね。で、倒すんだよね、絶対ね。えっと、ページキャッシュは、あの、アプリケーションとかによって、なんか微妙に違うみたいな、一応ワードプレスサイトの場合っていうふうに書きました。で、えっと、さっき言ったように、ワードプレスサイトって、最終的に出てくる HTML の形式のテキストですよね。あれを毎回動的に作ってます。毎回動的に作ってます。それが特徴の一つです、ワードプレス。 なので、毎回作ってるんで、その最終的に出てきた出力の HTML をキャッシュしてみましょう。まあ、それがページのキャッシュな、ページキャッシュです。そういう話ですね。で、えー、っと、サーバーまあ、ワードプレスができる、んというか、まあ、ワードプレスサイトでできるキャッシュの中で一番リードがでかいです。すべてのページなので。なので、えー、っと、効果が一番大きいです。 特に全てのリクエストにも関わるので大きいです。でパフォーマンスとスケーリングの両面で、プラス効果が非常に大きくて、うん、ちょっとね、最近僕やってみると、そんなに劇的じゃなかったんですけど、まあ、なんか、ちょっと昔僕がテストした中では、うん、ローカル環境でも例えば300秒、300ミリ秒、400ミリ秒、400、500ミリ秒かかってた TTFB がページキャッシュ入れたら100ミリ秒以下になるとか、かなり効果大きいです。ただ、 えー、その分、誤った利用で起きる事故の影響度も大きいです。はい。で、えー、っと、ワードプレイサイトの場合は、そのページキャッシュでも複数、複数のごめんなさい、種類。はい、えー。複数のやり方があります。でも、それもややこしい一因です。まずは、えー、CDN のみでキャッシュするやり方があって、 ま、さっきの、えっ、ー、と、動的リソースに HTTP レスポンスセッターつけるっていうことになってくるんですけど、まあ、そういうやり方があります。えー、次のオリジンサーバーでキャッシュするやり方があります。で、これも2つぐらいあって、おおむねにインフラ側の機能でやってる場合。で、あの、インフラでやってることなので、その上の方、アプリのワードプレスはわかんないんですよね。わかんないので、例えば、キャッシュをパージするとか、なんかそういうボタンをつけるために、まあ、インフラ部分とアプリ部分を、 お話しさせる必要があるので、そのために専用のプラグインをサーバー会社が作って出してたりはします。そういう部分のプラグインは使います。それがプラス専用のプラグインですね。でも基本的にはインフラ側がやってます。で、プラグインによる独自実装っていうのもあります。あの、公式レポジトリとか探すとよく出てくるやつこれです。で、まあこの辺組み合わせるやり方があって、まあいろいろあるんですけど、ちょっとこのインフラ側の機能プラグインによる独自実装、この違いを 持ち帰ってほしいので、それを説明します。えー、っと、まず、あの、ウェブ、あの、これサーバーですね。ウェブサ,ウェブサーバーですね。アパッチとかエンジ n、G、X で、えー、っと、青のインフラ側のページがキャッシュ機能がある場合なんですけど、このウェブサーバーの大体前にあるものだと思ってください。で、えー、リクエストを来ます。で、ここでページキャッシュあるかないかの確認して、 キャッシュあるでって言ったらもうここで返してしまいます。ところが、プラグイン実装されていると、プラグインが動かないと、えっと、その判断もできません。なので、ここを通って PH、PHP 動きます、Wordpress がロードされます、データベースクエリします、やって、ここで、あ、キャッシュあるでっつって戻します。なので、えっと、スキップできてる。 さっきの最初の話でスキップする箇所を思い浮かべてもらうと、スキップできてるのがプラグインは、もうこの、この HTML 部分作る部分だけなんですよね。で、その使ってるサイトで、ここが重いのか、ここの負荷が重いのか、両方重いのか、わかりません。なので、サイトによってその影響全然違ってきます。けど、ここで返すと PH、PHP もデータベースもワードプレイスは一切動きません。動く必要ないんで。 サーバーがやってくる。サーバーとか、まあ、あの、まあ、そうですね。あのこれ、こうエンジン XPath CGI とか、リワーフクュアスプロキシとか、あと、専用のバーニッシュとかもためにあったりするんですけど、まあ、ともかく、インフラ側が設置してると、これが返します。なので、そこの、あの、かなりの差があります。で、えー、危険なとこ、まあ、キャッシュして NG なページがあります。えー、ログイン画面、管理画面、ログインしてる状態。 まあプレビューとかもそうですけど。まあ、なんとなく理由は皆さんわかると思うんですけど、キャッシュ、ログイン管理画面がキャッシュなんかされちゃってみんな見えちゃったら、事故ですよね。これは。それがあります。あと、ユーザーによって表示すべき内容が違うページ。これ、まあ、ショッピングサイトとか、会員サイトが典型的なやつなんですけど、そうなると、ページキャッシュできない、しない。あるいは、した上で、一部分だけ、まあ、ちょっとごにょごにょと、やり方があるんですけど、なんかや、やるとか。えー、まあ、なんかいろいろ組み合わせ、まあ、 あります。これはまあ僕、僕よりも、あの、同僚の方が最近やったので、あの、いろいろ試行錯誤して詳しいんですけど、まあそういうあります。で、特にさっきのインフラ側に入ってるっていうのは結構ワードプレスのパターンに沿って設定されてることが多いので、あの、使ってはいけないプラグインとかカスタマイズがあります。ありがちなのは、あの、ここにいたらあれなんですけど、あの、よく日本のプラグインであの、 ログイン画面を強制的に変えるやつあるじゃないですか。あれダメですね。あれ使っちゃう。あの、あの弊社のプラットフォームに入れたいです。僕もあの、クライアントさんに説明して外しました。あの、いや、ま、突き詰めればね、足していけばいいんですけど、そのパターンを。<laughs> でもそれを、なんか、うん、追加していくっていうのは、やっぱ、事故起きる可能性が高い、ね。やったやらなかったりします。はい。なので、えー、っと、できれば、インフラ側のページキャッシュ機能、 使あの、さっき言ったように、あのパフォーマンス的でもいいですし、あとは、えっ、ー、と、ワードプレスのちゃんとした作り方をしてれば、なるべく事故らないように、結構、決まりが入っている。で、まあ、あ,のある程度なんかわからなかったらサポートしてくるっていうのもあります。なので、えー、そっちの方がまたベターだと思います。となると、大抵ワードプレス専用に作られたマネージドのワードプレスホスティングサービスっていうことになって、 になっちゃいますね。今日のスポンサーさんの中にも、1社か2社かあるんですけど。はい。で、えー、独自ストのンプラグインとは言っても、やっぱり理由があって独自ストンのやってるようなプラグイン、さっき例で出した WP スーパーキャッシュっていうのはかなり昔からある申請なんですけど、まあ、そういうのに頼らざるを得ないときは、まあまああります。で、その場合は、えっと、なるべく、えー、そのページのキャッシングのみ行えるとか、その切り分けできるようになってるのが、 いいと思いますあの。スーパーキャッシュはもう、えー、っと、あれページキャッシュだけなんですけど、えー、例えば今までいろんな種類のキャッシュがあるじゃないですか。で、それをプラグインで、あれもこれもそれもや、やりますとかって歌ってるやつがあると、いや、それのここだけオフにしたいんだとか、そのここだけバグが出ててとかなって、それができないと、もう全部オンか全部オフのなんかどっちかになってしまいますね。で、あの、 ま、それでも問題ない人だったらそもそもいらないかもしれないっていう話になってくるんですけど。はい。なので、あの、分かってる方がいい。で、あと、過度な期待はしない方がいいです。はい。まあ、でもあ、あの、上の選択肢が取れなかったらないよりはマシっていうサイトはあるとは思うので、もう、それはもう試す確認するしかないんですね。はい。あ、これから最後かな、ページキャッシュ。そうですね。 最後。w p オブジェクトキャッシュと、えー、5.8かな ?8 だったかななだったかな ?9 だったかなサイトレースに永続化されてるかどうかのチェックが入るようになって、それで、あの、日本語で検索するとなんか大混乱のやつがいっぱいできますよね。で、えー、っと、w p オブジェクトキャッシュはそもそも何,何かっていうと、ワードプレスが行う一連の処理の中でコストが高い処理をキャッシュするための仕組みです。で、 コストが高い処理っていうのは、ワードプースの場合、だいたいデータベースへのクエリです。時間がかかってのこうだったりします。で、えっと、コアに実装されてます、これは。で、コアが利用しています。一応、一応補足すると、えっと、同じようなことは、同じようなアイデアは、他の CMS でもあり PH、PHP のフレームワークでもあり、いろいろあります。えただ、なんかこう、 なんじゃらキャッシュって書いてあるけど、なんか、オブジェクトキャッシュっていう名称は、ワードプレスがあんまり見ないんですよね。ちょっと、僕も理由はよくわからないんですか経緯は。まあ、ともかく、オブジェクトキャッシュって言います、ワードプレス。で、キャッシュはどこに保存されるかって言うと、メモリです。サーバーのメモリです。パソコンのメモリと同じです。メモリです。え、ここが見そうですね。オブジェクトキャッシュっていうのは、実はリクエストに対して処理が終了されば破棄されます。ずっと保持されないんです。 ずっとされない、破棄されます。なので、永続化っていう話が出てきます。破棄されないで、リクエストまたいで保持しよう。で、これもね、はじめ何のこっちゃなんだと思うんで、これ図であります。永続ではないやつ。これで普通ですね。えっと、まあ、処理します。データベースが取ってきます。これはメモリに入れます。で、メモリに入れて、わ、まあなんかこの辺ページ生成するとか、テーマーとかって、この使います。使って、 リクエストが、はい、終わりましたって h t m できて出しますよね。そしたら、ここで削除し、しろ、まあ、しろというのか、そういう、あれかな性質かな削除されます。なので、えー、っと、例えば僕、このサイトを持ってて、えー、っと、全く同じポジション。まず A さんが見に来たら、こうやって、いった、なんか重いクエリかなんかこう、入って、バンって見ます。B さんが来て、1分後に同じことをやったら、ないんです。だから、同じことをやります。毎、まあ、回同じことをやります。 それを映像化すると、要は、えー、ここで、ここで削除されません。なので、これが保持されるので、次 B さんがやってきたときは、ここに来て、えー、っと、仕組みが、えー、っと、まあ、キャッシング処理が、えー、っと、あるかないか確認します。で、いや、キャッシュあるで、っつってキャッシュを返してくる。なので、データベースへのクエリが発生しなくて済みます。で、とはいうことは、スキップするのはここなんですよね。だここを返します。 っていうのが永続化してるかしてないかの実、これ違いです。えー、僕もね、この、この、永続永続化っていう直訳がですね、んなんか、ちょっとなんかムズムズするんですけど、英語のパシスタント、パスントな、まあ、な、ちょっとないんですよな、あんまりね、言葉がな。で、えー、っと、ワードプレス6点以降、結構、これ、あの、ニュース、ちゃんと、 読んでらっしゃる方なら目にしたことがあると思うんですけど結構パフォーマンス改善パフォーマンス改善パフォーマンス改善っていうのが6.1ぐらい入ってますで結構その多くはオブジェットキャッシュ絡みですだけではないですけどで特に大きいのが6.1にこのチケットが多分10年ぐらいなのかな10年ちょいなのかな僕らもよく知ってる人がそこに2人ぐらいいるんですけどあのかなチケットがあってで確かダビ b クエリーは、うん、そのほんの一部しか オージェクトキャッシュ利用しなかったんですけど、それを全面的に利用するように入りました。なので、えー、あのー、映像化がなかったも、サイトによっては効果はありますし、映像化されてると、サイトはも,もっと効果はあります。特にこのダリビクエリーっていうやつを使って、サブルーサブクエリループとかを、そのやり方で作ってれば、えー、その効果はですね、結構絶大にあるはずです。はい。で、えっ、ー、と、一応コアのもんなんですけど、 えっと、キャッシュ API を利用することで、あの、会社はそれを使うことができます。えっ、ー、と、オブジェクト、WPObjectCache っいうクラスがあって、で、どっちかっていうと、これよりも、えっと、今次出てくるんですけども、関数が用意されているので、それを使って、例えばプラグイン、テーマの中で使うことはできます。で、比較的難しくない API なんですけど、さっき言いました。インバリデーションと生成の設計。これは自分で責任を持ってやる必要があります。で、一般向けの配布しているプラグインでもいいんですけど、 僕が、いや、トラスカに入った頃に、えっと、管理画面のカスタムドコタイプかなんかのう出てくるんですけど、管理その、とあるプラグインがやってる機能で、全然変わんなくて、ちゃんと動いてて、データベース入って全然変わんなくて、その頃僕よくわかってなくて、1日ぐらいそれでわかるわかんなって言ったら、うちのあの CTO とインフラエンジンに来たら、ものの10分ぐらいで返答が返ってきてですね、要は、インバリで、あの、キャッシュに、j a p オブジェクトキャッシュに入れてるんだけど、 インバリデーションが実装されてないんですよ。全くないんです。なので、えっと、500円のレンダルサーバーとかで使ってると、映像化されてないんで、その問題が表面化しない。けど、映像化されているプラットフォーム使うと、その問題が表面化する。じゃあ、プラットフォームの問題化って違うんですね。プラグイン側の問題なんですよ。でも、そこの切り分けができないと、なんで、なんでこのおかしいな、このサーバーは、とか、いうことになっちゃうし、はい。 で、それをね、サポート側もできないし、っていう感じになってきます。なので、あの、理解力が一気に必要になってくるやつです。なので、僕3番目に置いてますけ、ね。たっき1、2、3。こ,こその中で一番難しいやつです。で、ま、あ細かいこと書いてあるんですけど、ポイントとしては、これですね。ここに、この、青線2つ。こさっき言ったキャッシュ絡みの、えー、っと、ものです。で、キャッシュゲットで、ゲットして、キャッシュがなかったら、あ、ないね、つってこの処理やって、で、最後に、 えー、キャッシュセットする。ですね。本当実はこれ2つだけです。で、最後、まあ、この処理をリターンするんですけど、さっき言ったみたいにこれは、えっと、永続化なければ、必ずここはフォルスになるんですよね。キープされないんで。だから必ず起きるんですけど、これが永続だったら、一回入ってしまえばこ必ず true なので、その後変わらないんです。なので、えー、例えば、これもうサイトとか場合によってはおるんですけど、こういうことやります。例えば、 このキャッシュない場合の避けた処理をもう別出してしまいます。関数化して。で、えっと、同じ処理で動くようにはしておきつつ、ま、例えばこれが投稿を新しく更新すると、必ずこれはインバリデートして作り直したいときは、投稿が最後にある WP インサートポストとかのフック使って、これを、あの、させるように。 するとか、思います。まあ、でもこれ、これが例えば、5秒かかりますとか言ったら、投稿パブリッシュと押すと、その後じーっと5秒またなきゃいけなくなって、最悪の場合、ここでタイムアウト起きる,起きるんで、管理画面。となると、他のことまた考えなきゃいけなくなってきますよね。裏側でやるかとか。まあ、そういう感じのことを自分でやっていかなきゃいけないです。で使えると、効果大きいです。で、えー、ごめんなさい、オーバーしてるんですけど、もう,もう本で12、あ G、3ページで終わります。映像化するには、これ、インフラが対応してる場合があります。 もうそれしかないです。で、えー、APC、m e m c a c h d REDIS とかあるんですけど、大体今多いのは REDIS です。となると、えー、っと、同じ話なんですけど、WordPress マネージ g e m e n サービスになっちゃうかな、大抵は。で、えー、っと、インフラ側とアプリ側がちゃんとお話ししてこれを使えるように、Drop-in っていうタイプのプラグインがあって、ちゃんと REDIS ならば REDIS にあったやつ。m e m c a c h d なら m e m c a c h d のやつやってがあるんで、それを入れる必要があります。 っていう感じで、えー、っと、一気にここで理解力が上がってきてし、ま必要度が上がってきてしまうんで、本当にこれが必要なのか、そこまでやんなきゃできないサイトなのか、っていうのはまた考えていく必要があります。もうなんか無条件にやっとけば、OK! っていう時だったらまあいいんですけど、まあ、あの、さっき言ったみたいに、プラグインが全然それを考慮してない行動を書いてる時もあるんで、それ起きたら自分でやる必要があります。 えー、まとめです。えっ、ー、と、まあ、要はキャッシュよりスキップしてくれます。えー、なので、それで、えっと、両方助けてくれます。パフォーマンスとスケーリング。でも、解決じゃないってことは、頭に置いといてください。トレードオフは、インバリデーションですね。インバリデーション生成。もう、ここは考える必要があります。えっ、ー、と、さっき言った、冒頭で言った、キャッシュが効きすぎ、キャッシュが強すぎは、大抵これです。これの問題です。それは、仕様としての場合もありますし、 これがちゃんと設計されていない場合があるっていう話ですね。で、ワードプレイスの場合も、もうね、無玉石混合です。で、えー、っと、適切な利用と設計がサイトに違うんで、えー、っと、パターンを覚えつつ、作業する必要があります。で、僕のお勧め的なのは、まず ATB キャッシュから入っていて、ベースキャッシュでオブジェクトキャッシュっていくのがいいかなと。で、できればインフラ側にこういう機能があれば、それを最大限 使う方があのー、安全かつ最短間に効果があると思うので、えー、個人的にはいいと思います。はい、えー、最後あのー、ミッキートーと申します。こういう会社で働いてます。でこういうなんかやや,やってます。コンテクションごねごねはいありがとうございました。すいません7分オーバーはい <laughs>、はい、ありがとうございました。えっと 今の、まあ、ちょっと50分ぐらいでしたけど、あの500のペットボトルがなくなるぐらい <laughs>、熱のあるセッションをしていただきました。あのこのスライドは共有されるんですよね。WC 関西のハッシュタグで、多分検索していただければします。で、ちょっとあのあの入んなかった、えー、と参考もの、ものへのリンクもあるので、あなるほど。ちょっと足して。ちょっと足してあ じゃあアップデートされたものが共有されるということですので、あのぜひあのそちらご覧いただければと思います。じゃあこれで皆さん、あのすっかりあのフレッシュなお寿司の作り方に詳しくなったということで、はい、じゃあ,どうありがとうございました。あありがととうございいました僕この後もいるんで この後もいるんで質問があればこの後質問していただくす司屋で働いたけどその,そ,のその例えは無理だっていうツッコミがあれば教えてください今週 <laughs> <laughs> 間もいらっしゃると思うので <laughs> あのぜひあのお話してみてくださいありがとうございました